どうも、お疲れ様でございます。今回はね、私がいつも使っているコインゲッコっていうね、えー、暗号通貨のマーケットを指し示しているサイト。こちらの方の使い方を説明しようかと思います。まあ、とはいってもそんなに難しくありませんのでね。まあ、ゆっくりと安心して聞いてください。まずは、コインゲッコ。これがね、このサイトのタイトルですけども、ヤモリとかイモリっていう意味だったかなと思います。ここに可愛らしいね、顔が出てるんですけども。まあ、これが好きで私はここを使ってるんですけどもね。 はい。それで、このコイン結婚の中で扱われているコインの総数は何種類あるかなと。ビットコイン、インサリアム、リップル、体のエだダ様々ありますけども、ここです。13,049個のコインを扱ってますよってことですよね。だからランキングの上位、まあ1000、1000、ね、上位1000なんですけども、それを扱ったとで、まだ10分の1にも至ってないわけなんですよ。 このコインゲッコってところは1万3000個もね、常時コインを扱ってますんで、それは知らない通貨の方が多いですよね。えそして、コインゲッコで紹介している、こういった1万3000個以上のコインをどこで取引するかっていう取引所の数、971個の取引所が紹介されてます。まあですんで、日本国内ではね、こんなに971個もないですから、だから世界には様々な暗号通貨の取引所があって、その取引所は、 時に信用できて、時にとんズらこいて、時に真面目にやってても倒産して、様々なトラブルに巻き込まれているってことを覚悟しながらね、自分がパートナーを組む取引所を探さなくてはいけないということになりますえ。そしてコイン結婚の中で暗号通貨が1万3000個以上ありますけども、今、時価総額、トータルでどのぐらいの金額を扱っているのかってことですけども、なんと377兆円ですよ。ね。 日本の国家予算が110兆円一般会計、そしてあまり公開されてませんけども特別会計っていうのがね、350兆ほどあると言われてます。だからそれに匹敵するぐらいの暗号通貨ってのは市場になってるわけなんですよ。いつの間にかここまで成長しちゃったんですよね。私がこの10年で見てきて途中話題になったのは、ついに100兆円を超えたっていうところだったんですけどもね、あそこから考えても急成長したなというふうに思います。 はい。まあ、こんな感じでね、見ていくことができますけども、もうちょっとこっちの方にも移していきましょうか。えー、暗号通貨377兆円ありますけども、そのうちの半分がビットコインの時価総額で占めてるということです。そして、2番目なんですけども、17.2%イーサリアムがシェアを取ってるってことですよね。まあ、一時期ね、XRP ってのが2位になったり3位になったりしたんですけども、今、XRP はそこまで え、上位には食い込んでこなかったかなってところです。やっぱりイーサリアムの根強い人気とユーザビリティが支持されてるってことでしょうね。で、私はね、やっぱりビットコインっていうのが抜群の、まあ、黄金の暗号通貨だと思います。なぜなら誰が主体かわからないのはここだけなんですよ。で、イーサリアムか他のアルトコインっていうのはどっかがね、やっぱり軸を持ってるんですよ。ね、XRP だって、XRP 財団、イーサリアム財団、ね、こういった様々な あの、どっか、ボ、経営によって依存してるわけですよね。サポートをそこで受けられたりとか、訴訟にあった時でも、誰が、あ被告として出ていくかってことがはっきりしてるんですよ。ただね、ビットコインだけは、誰が扱ってるのかわからない。完全なる、分散型金融なんですよね。うん。だから、どっかの国で規制しても他の国で使えちゃうし、誰かを規制しても他の誰かが使えちゃうってことで、もう捉えようがないと。ビットコインってのは禁止のしようがないんですよね。 そこにあらゆる国の法定通貨がコネクトしますんで、ビットコインっていうのはね、今1000万突破しましたけども、これね、2000万とか3000万とか5000万とか、これはね、ドルを超える、もうこの世で初めての概念じゃないかなと思います。うん、ですんでね、よくドルを支配してるのがディープステートだっていう話もありますけども、いやいや、ビットコインの方がディープステートじゃないのつまり、今の支配体制を覆すために出てきた、 新しい支配体制なのかなと思うわけですよね。はい。こんなところで、まずはね、この上の方、一行を読み取っていきました。まだまだね、あの、読み取り方がありますし、それぞれにこれね、リンクがついてますから、この中だけでもね、相当な情報が取れるわけなんですけどね。はい。そして、ぐーっと下の方行きますよ。あ、これすごいですね、白菜が目立ってきてますね。ここはですね、うん、あの、上昇のパーテン、パーセンテージが多かったのがあ、その都度その都度出るわけなんですよ。 で、ここで、ちょっとね、優秀な爆撃コインを見つけましょうってことです。うん。でビ、ビットコイン、イーサリアムなどの価格がついてますね。体のね、芝犬。結構値段上がりましたね。芝犬がね、ランキングの、この上位の方入ってきましたね。うん、これ冗談コインですかね、本当ね。はい。ファイルコインってのありましたね。かなり下げられましたよ、このファイルコインには。 このファイルコインとね、名前が同じで別物かもしれませんけどもね。あ,あ、皆さん気をつけてくださいね。このコインマーケットキャップの上位に出てくるコインっていうのは、確かに信頼できるコインとロゴを持ってますけども、同じ名前と同じロゴで全く違う、うん、いわゆる詐欺コインっていうのが出たり、ネットワークビジネスに絡んできたりとかして、で、それを裏付けるものとして、ほら、コインマーケットキャップの上位にもあるでしょっていうような振り込みがあるんですよ。うん。でも騙されないでくださいね、これはね。イコールじゃない可能性ありますからね。 はい。まあ、今日はそんなところで行きましょうか。お疲れ様でございます。